次何作ればいい？モジュール、ありがとう。あ、これか。違うか。ソーラーパネル。まだ、作れない。ね。なるほどね。私、まだ、その、フラグメント的なものを全然集めてないもんで、作ろうと思っても作れないと。はい。ありがとうございます。そういうことですね。わかりました。じゃあ、まずはフラグメントをいっぱい集めて、その、設計図を作りなさいということですね。あそこは忘れないようにしましょう。これの周りを切れば、これで、オッケーオッケー、コーラチューム3風だ。ナツさんがいる。姉妹多目せ、オッケーオッケー、ありがとうございます。なんか置いてある。これで漂白剤を作れるもんで、よいしょ。漂白剤を作って、水を、消毒した水とさ、普通の水どっちがいいのかね。作って、よいしょ。30だ。こっちの方がいいんだ。しかもたくさん作ってる。おお、でも100以上いかないんだ。なるほどね。シーグライドちょっと早くない？そんなことない？リブリーザー。より深く潜水する際に酸素を保持します。おー、これも重要だね。パイプってなんだ？浮遊式エアポンプ。なるほどね。アシッドマッシュルーム持ってこよう。これさ、壊せないのこれ。乗れるんだけど、私これ。作ってないけど、これ乗れるんだけどさ、これ、あれか、これで解体するのか。よいしょ。はい。銅鉱石持ってこう、銅鉱石。洞窟とかってさ、あれかな、一度取ったものでもさ、また時間経てば復活したりとかしてんのかな。してるのかな。だとしたら、そういう、ここはいっぱいありますよ、的な感じのものをさ、準備というか、目印立ててさ、やった方がいいのかな。金属くずは今いらないじゃんね。ここで下に一気に行けるから、大事的な感じ。よいしょ。ここで、これが、ね、たくさん、めっちゃある、これ。おお、たくさん、なんか、吹き出てる。こういう魚もいる？これ魚じゃないんだ、これは。石英もいっぱいあるしね。ここいいな、普通に。よいしょ。オッケーオッケー。ビーコンってアイテムに目印つける。ほんと？マジで？ちょっとそれ作りたいな、早く。ビーコンはもう作れんのかな？熱いそんなすぐ近くにあるんだ。マグマってだって落ちなきゃ大丈夫じゃないの？インベントリーいっぱいだって、マジか。暑かった。もっと暑くなるよ。ならない。大丈夫。暑いんだね。マグマはダイブしなければ大丈夫っていう、そういうイメージがあるもんでさ。チタンなんかいらない。もういっぱいあるからね、チタンはね。バッテリー作って、で、クリープパインか。クリープパインね。導線。またどうだ。もうストレージいっぱいだ、しかも。卵いらなくね、これ、卵。卵いらないけど、持てねえわ。どうしよう。ロッカー作ろう、ロッカーを2個ぐらい作って、下に置いとくかね。ほい。置いた。流れちゃわない？これ大丈夫？めっちゃなんか、無造作というか、無作為というか、ポイッとポイッと置いてんだけどさ、そんな感じなの？ね？なんか、横に置いたりとかしたいんだけどさ、これ流れちゃわない？大丈夫？ここにさ、なんか、ロープとかをつけて、拠点につなげないといけませんとかってないかな？とりあえずいいよ。ちょ。どうすればいいんだ、これ。オープンストレージ。クリック。開いた。室内に置けないの？置けんのかな？置けんのかな？どうなんだろう。名前変えれる。なるほど。名前変えれるんだ。これで、これはこれって感じでできるんだ。めっちゃ面白いじゃん、これ。そういうのできるとね、面白いって感じる、私。置けるかな、室内に。ダメだ。置けない置けない。これは水、中じゃないと置けないって。アシドマッシュルーム。アシッドでいいかな。マッシュルームでいいか。マッシュルーム。はい、オッケー。おほほほほ。これ食べたいんだけど、これ食べれんのかな。あっ、これは食らうかな。死んだ？死んだ？死んだ。え、死んだだけ？え、ごめんって。なんかごめんって。なんか回収できると思うじゃん。死ぬだけあなた。あ。ダメですか？あ、ダメか。魚を取っとく。オッケー。魚いらないよ、多分。水飲むにしても。あ、もうご飯は欲しいか。これ欲しい。取れなかった。あ、ここは今ないか。これと、あ、ちょちょちょ。あ、新しいやつだ。ピーパーだって、ピーパー。ブラックマヨネーズですね。夜なってきたね、夜。こういう時はこれを使いましょう。あ、めっちゃ明るい。めっちゃ明るいやんけ。いいね。めっちゃ明るいわ。ほいほいほい。熱い、熱い、ここは熱い、ここは熱い。来すぎるとダメだね。いや、もう結構取ったと思うから大丈夫でしょ、多分。あ、ここにもある、ここにも。あれだね、これで取れば一発で壊せる。素晴らしいね。導線作って、滑らかにする油。はあ、忘れてた。そうだ、クリープパインの種が欲しいんだった。種は素手で取れるんだっけな。どうだっけ？充電しなきゃいけないんだ、こうやって。パインの種。オッケー、帰ろう。これ作って、で、種も腐っちゃうのかな。これいっぱい作っとくか。これでシーグライドを作りましたー。はい。あなたの有効かつ安全のために探索民は備えを持っていて、近くのライフ、シーグライドはあなたの有効探索範囲を増加させます。安全のために長旅には備えを持っていき、近くのライフポットまたは住居の5キロに留まってください。あ、そんなにでも遠くに行けるんだ。とりあえず、まあ、長旅はしないと思うから先に一回行ってみる？ご飯作って食べとくか。よし、これで、シーグライド。おー、地形がなんか、見えてる。え、これ何？速くなってんの動き。あ、シュパ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 って言ってる。シュパ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 って言ってるね。え、何これ？これ持ったらどうすんのこれ。あ、なんかここにある。これは？あ、見たやつか。あ、でも速くなってるような気もする？どうなんだろう？速くなってんのかな？パサ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 。え、これ何に使えばいいんだこれは。おお、地形はわかるけどもねえ、ねっていう感が若干半端ない感じ。泳ぐのが楽になってる。あ、なるほどね、そういうことね。今じゃあ早いんだこれで。ちょっと、あー、なんか若干早い気がする。あー、はい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 。ポットに通信来てる。あ、マジで？え、それ帰らないとかんかな。一回帰るか。メッセージ再生する。なんでそこ英語なの？なんでそこも英語なの？ああ。おう。おう。なるほど。うん。はい。うん。あ、1シグナルが、あ、なるほどね。これシグナルか、これだ。シグナル脱出ポット3。乗員がシーグライドの半、あ、え、ど、あ、遠く見えんのかなこれで。ちょっと一回置いてみよう。ここでわかるかな。あ、あったあったあった。125メートルだって。めっちゃ近いじゃん。すぐそこじゃん。120メートルだって。めっちゃ近いじゃん。何これ。こんなん私普通に見つかるよ。ねえ。え、あ、今来たのこれ、ひょっとして。あらー、いや、どんまいすぎる。放棄された PDA ダウンロード。これはデータボックス。コンパス手に入れた。あ、設計図か。なるほどね。おお、こんだけ。あ、これはこれ使えないか。救急、これ、あ、もう使われてるか。おおなるほどね。こういうのがバン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 落ちてくんのかな？どうなんだろう。あ、この辺とかもなんか増えたのかな。これ金属くずか。おー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 。ね、ぶっ壊れてたね。この辺取っとくか。塩。